やお、こんにちは、サイコです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はベイビーモンスターからですね、パリタちゃんというタイの女の子のライブパフォーマンス映像が上がっておりました。もうね、ちょっとベイビーモンスターやばい人しかいないんです。今のところ歌聞いてる感じだとね。もう本当にやばい人しかいないんですけれども、パリタちゃんがまたちょっとえげつないので皆さん、ちょっと聞いていきましょう。お願いします。はい、で、先ほどお話ししたように、パリタちゃんはタイ出身の女の子ということで、タイといえば、13歳のチキータちゃん覚えてますか？はい、衝撃の13歳チキータちゃんと同じ出身というところで、タイの人材熱くないですか最近っていう、非常にやっぱ注目せざるを得ない感じにはなってきてるんですけれども、2人目のタイ出身の女の子の歌声聞いていきましょう。好きかもっていうか、好き。めっちゃ声綺麗。なんだろう、この、音のさ、運びが超綺麗なの分かります？ジャラジャンラン、ジャンラン、ジャンジャンジャン、ジャラジャンラン、みたいなさ、こういう、この、滑らかに撮っていく音の撮り方が見えるというか、非常に美しいなと。音の動きが美しいなというふうに思います。滑らかで。いや、ちょっと待って。この高い声無理なんだけど、待って。めっちゃ綺麗なんだけど、何これ。澄んでる、澄んでる、澄んでる。澄み渡りすぎてるんですけど、音が。で、ごめんなさいね。ちょっとその澄み渡る前ですね。なんか鼻でエッジかけていくみたいな。ちょっとこう甘い声になるような瞬間があって。この後ろかな？これ。I'm better than that.という、こういうエッジにかけていく音ですね。結構この子音の後ろでかけていく、1文字目の子音の後ろでエッジかけていくっていうニュアンスが K-POP シーンでもすごく増えてきたなっていう印象があるんですけども、ゴリゴリにそのような歌い方をされる方でございましてですね。ちょっとこの、鼻にグンってかけてるのかな、この甘い音がするんだよね、これ。この that のこの that って言ってる時のこの甘さ。すごいでしょ。 Come back の時も Come back、 こういう風に作っていきますよね。こういうこの子音の後ろで作っていくエッジの音、なんか今まではさ、エッジと言ったらやっぱ言葉の最初、まあ、もしくは言葉のお尻につけていくような、そういう風なニュアンスが私のイメージとしてはね、すごく多かったんですよ。あ、こういう風にエッジを作るんだなっていうパターンが、そのパターンが多かったっていう感じですね。なんですけど、本当にこの子音の後ろに作っていく、ちょっとこうつんのめるような歌い方というか、こういう歌い方を最近の子たちは本当にすごくされるなっていう印象ですね。よりそのグローバルな子たちが韓国のね、この K-POP 界に、参入してきてるっていうところもあるし、あとはやっぱりこうね、ネットでさ、いろんな国の音楽がもう今は聴けるじゃないですか。そう、だからそういう部分でのそのインプットですよね。インプットのこの種類がもう全然昔と違うから、そう、だから最先端の音楽を今はもうこういう若い子たち、もう10代ね、前半の子たちなんかがガンガン聴いて、それを真似て、自分の歌にしていってるっていうのを思うと、やっぱこういうね、歌い方がさらっとこう、できる、そして出てくるのはすごく自然なことなんだなと、ちょっと本当に、羨ましいし、聞いててたまんない。そう、すごいかっこいいよね、本当に。Look where I'm at, look where I'm at. I'm living a life that I said I wouldn't wanna go back. I used to call my mom every Sunday. やば。めっちゃ柔らかいのよ。People say、 このピ貼り付けの音もやっぱ強いね。みんなそう、もう最近の子みんな強い。それこそ多分この一個前にね、ローラちゃん上がってると思うんですけど、ローラちゃんも強かった。ローラちゃんも強いけど、パリタちゃんも強い。
タタタタタラララララとこう上から撮るのニュアンスっていうのは割とたくさん出てきますね。まあこの楽曲のデミロバート自体がやってる動きでもあるので、そこら辺はしっかりこうコピーしてるのかなって感じはするんですけど、なんかこの原曲が持ってるちょっとこう泣きそうなね歌声とはちょっと違う。やっぱこのね透き通り方がねちょっとえげつなくて、こんなになんかユニークで綺麗な音聞いたことないっていうくらいめっちゃ声綺麗なんだけど。このラの音かな、 Last Pray、 ここの Last Pray、 この音質、すごいね。何回かカツン上がって綺麗な声やな。 And now I'm all this. And now I'm all... なんかねここら辺ちょっと作っとるな。あ、やっぱタイのこう独特のこの Now の発音、ね、チキータちゃんもありましたけど同じような感じなのかな。 Now Now みたいな、エボイン強めみたいな。何これ、ちょっと待って、音がやばくない？なんだろう、この楽器なのよね、ここら辺のもう楽器。なんかうちらこの音聞いたことあるよねみたいな、日本のさ雅楽、みやびに楽しいと書いて雅楽、あのさ雅楽で聞いた音せん？笛みたいな音。この音やばー、やばーねえ、どうすんのよ、ちょっとベイビーモンスター、全然ベイビーじゃない、ちょっと待って、すごいさ、こう独特よな音質が。あー、ちょっと待って、ここの音たまんないんだけど、この heart の時にちょっと幼い音になるんだよね、これ。多分ね、この息の漏れ方だと思うんですけど、この heart のところがちょっとキュンときてしまう。うん、少しこう年齢を感じるような音、すごく若い音がするってやつですね。そう、ちょっとこういうね、キュンポイントもありながら。笛だな、すごいな。ちょっと雅楽の音一回いい？聞いて。いや、こういう音するんだよね。うわ、たまんね、たまんね。ちょっと待って、すごい。なんか雅楽よりも、でももっとこう芯の詰まった音はあるんだけど、こうやって比べて聞くとね。なんだけど、これ楽器がやばい、なんか。うん。羨ましい！このなりっていう感じ、マジで。すごい上手だし、しかも。無理なんだけど、ちょっと。ちょっとね、テイラー・スウィフト味も感じるというか、この前半。うん、ちょっとテイラーの曲とか歌ってみてもらってもいいですかみたいな。ちょっとそっちのね、空気感を感じるんだよね。なんだろうね、この彼女のすごくユニークな音だね。めっちゃ面白いじゃん、ベイビーモンスター。なんか止めるの忘れる系女子めっちゃいるな、マジで。困るな。これどんな曲で来るんだろうね。それこそテディさんの曲じゃないってことだから、だいぶ雰囲気も変えてくるのか、めっちゃこう洋楽テイストの感じで来るのか。でもなんか今ね歌ってきてる感じだと全部そっち系じゃないですかね。だからもうゴリゴリそっち全部英語の曲もしかしたら来るんじゃないですか。そんなことない、それはないか。それはわかんないけど、もしかしたら英語の配分率めっちゃ 70% ぐらいあったりとかするかもしれないよね、この感じだとね。で、シャブ6ということは、あと一人皆さん残っております。ここから最後に来るってことはさ、だいぶやばいってことなのかな？わかんないけど、どういう配分とかどういう順番で決めてるのかわかんないんですけど、どんな子が来るのか、
めっちゃ楽しみ。それこそ、おそらくあと1日か2日後ぐらいには上がるんだよね、きっとね。なんか3日ペースぐらいですもんね。うん。すごく楽しみだなと思いますし、またね、出たら取り上げたいなと思っておりますので、ぜひぜひ見に来ていただけたらと思います。はい。で、この動画の公式のリンクは下の概要欄に貼っておきますので、そちらから見ていただけたらと思います。はい。ということで、今日はこれで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。